子育てにも参加できるようになりました。同じ時間に起きて晩ご飯一緒に食べれて幸せだなって思うようになりました。プログラム仕事をしてる人、特別なイメージがあるので、この年齢からでも自分ができてるっていうのが嬉しい。渡辺淳也です。HTML、CSS、WordPress などを勉強しました。現在はフリーランスになって数ヶ月経っている状況です。これまでは居酒屋で店長を9年間やってました。Excel で計算を作ることが多く、みんなに配布することを結構やってたんですけども、で直したやつをまた配布し直すっていうのが手間だなと思って、Web アプリみたいに作れば一気に更新できて、みんなどこからでも触れるのになと思って、独学でプログラミングを始めようと思ったのがきっかけですね。プログラミング始めたのは3年前。最初は副業でと思ったんですが、子供が2人いるけど、下の子が2歳で、居酒屋だと夜も働く、家族との時間がなかなか取りづらいなっていうのをよく感じました。今やってるプログラミングで本職フリーランスでいけないかなという思いが強くなりました。で、サムライさんで勉強させてもらうと、副業のつもりで出るときにはフリーランスでやろうっていう気持ちになって、案件を取れるような方法で教えてくださいってやらせていただきました。ホームページの形を作るところから勉強して、意外といけてる方なんじゃないかと思っちゃって、ただお金にする方法がわからないので、サムライさんだと3ヶ月知りたいところだけ教えてくれるっていうことだったので、ちょうどいいと思って。他は1年とか、働いてもいたので、1年も転用できないな、っていう感じですね。入ったとき違えるぐらい成長してまして、仕事にするにあたって必要なことはホームページ作ることだけじゃなくて、そのやり取りだったりとか、守秘義務とかいろいろなことをやらなくちゃいけないんだなっていうのを学べたので、高いからなんじゃなかったと思いました。同い年の方だったんです。40歳から始めたということで、キーボードをまともに打てなかったところから始めたので、私が慣れたんだから、渡辺さんも絶対できるからっていうことで、目標にできた支えでした、ね。名刺代わりのような自己紹介ポートフォリオ。講師の方がポートフォリオがついてる人、案件応募からか見るし、要は技術の確認材料になるから、絶対持っていると言われてたので、コード綺麗に書くっていうのは意識して作っては、卒業してすぐに意見取れて、毎日学習ログを書いてくださいって言われてたんで、案件でこれがあって書いてると見ててくれて、インストラクターの方が俺がヒントあげないといけないなと思うとメッセージでヒントくれるっていう。ここまでで十数件受講料は回収させていただきました。生活リズムが変わったので、ストレスがないというか気持ちが穏やか。僕の中ではプログラミングが仕事をしてる人、特別なイメージがあるので、この年齢からでも自分ができてるっていうのが嬉しい。子育てにも参加できるようになりました。前はもう帰ってきたら子供寝てる、起きたら保育園とか学校行ってていないしみたいな感じだったのが、同じ時間に起きて晩ご飯一緒に食べれてみたいなのが幸せだなって思うようになりました。まあ、お金かけなくても学べる方法もたくさんありますし、それと時間の短縮になるので、お金に余裕があって時間短縮で覚えるのもいいと思いますし、じっくり留学でも書いてると思うので、絶対触ってみておいた方がいいかなと思います。